ゆっくりこっち見られても。松穂の湯です、はい、ですね。ここで夜に来たということは、はい、夜景が綺麗なスポットってことですね。そうです、はい、今日がその日です。今日だけ毎日綺麗ですけど、まあ、今日はね天候も良かったんで ねここはねやっぱ松穂の湯で温泉なんですけども、いや、まあ、温泉にね2人で入るわけにはちょっといかなかったので、え、私はその気で、もうそうやん、男の気持ちで来ました。あ、そうやったんや、はい、それはありがたいか、はい、なんていうの、まあ、あのテラスがね、うん、あるらしいんで、はい、ちょっとそちらの方からの景色を皆さんにお届けしたいなと思いますので、じゃあ早速行ってみましょう。なステボシがやってきたのは関西からの淡路島の玄関口岩屋にありますビュー松穂の里さん。ここでは温泉はもちろん、お土産やグルメ、そしてアミューズメントも楽しむことができるんやで。いっぱい景品取れるかな。ここを出ればね、もうテラスの夜景が見えるんで、見に行きましょう。あれ行きましょう。うわ、ちょっと待って、また走って、ちょっと待って、ちょっと。いや、何してんの。淡路の愛の役割を。それ淡路になるから、愛の役割、愛一個になるから、うちずっとここおるから。いや、見えよ、せっかく、うちずっとここおる。いや、見て見て、これほら綺麗、めちゃくちゃ綺麗やん、ほら一望ですよ、ね、これすごい綺麗。これがね、神戸の夜景ですよね。神戸で、明石海峡大橋とね、セミがこう、セミの、セミか、これセミアップいらんて、夜景や、絶対夜景欲しいの。ほら見て、何、ピンクの私そっちなん、夜景見せてよピンクのあなた見たくない。あ、でも、あ、いいですよ、ほら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 、なんでほら、なんですか、綺麗ですね、本当に車、うん、いや動いてるからね、やっぱその、そうよ、ねえ、動く夜景よ、動く夜景ですよ。100万ボルトの夜景って言うやん、うん、大体ドルやけどね。あ、それそれそれ、うん、あんま電圧で言わへんのよ。そう、うん、それもっときついやろしね、電圧で言うと。そうやね、まあ、これが一つ一つに生活があるって思うとやっぱすごいですよね。ほんまじゃ、ほんまじゃ急におじいみたいな。いや、この淡路のね、このマークからのマーク越しのね、ロゴ越しのやっぱ夜景、この明石海峡もいいですよね。みっちょん、あれあれ、みっちょんどこ行った、あれみっちょん、あれどこ行った、みっちょん、みっちょん、みっちょん、あ、おっと、あ、そのなんや、そんな足湯入りながらこうやって見れるとこあんねや。あ、これ全然水です。水かい、全然水です。水に浸かってたん。水です、これめちゃめちゃ足湯みたいに。めっちゃ水です。いや、水なんや、あったかいわけじゃないんや、これ。はい、水です。水かい。この足湯、実は後日改めて明るい時間に訪れると、昔噴水だった場所で現在は亀の池になっているそうです。皆様は足を入れないようお気をつけください。と、そんなことは知らない頃のみっちょんに戻ります。めっちゃいい、この足湯だったら完璧やったのにね。完璧でしたね足湯じゃないんですよ。足湯じゃないんや、めちゃめちゃ足湯の感じやけど、はい、今日がたまたま冷たいのかな。めちゃめちゃ水やん。水です。びっくりした。めっちゃ水です。めっちゃ水や、はい、水でした以上、水でした。いや、水のレポートしないで。ということで、私たち淡路島がお送りしたのは捨て星です。あ、捨て星がお送りしました。いや、私は淡路島の、はい、夜景をお送りしたのが捨て星です。なんで自分の捨て星が分からへんの。はい、ありがとうございます。まあ、淡路島の夜景って言いながら神戸なんですけど。確かにお返しします。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。Bye.